ショールームをご覧の皆さん、こんばんは。私たちニヤリトールジョイです。よろしくお願いします。はい、ということで今日のオープニングは私、山田桃花が担当いたします。よろしくお願いします。はい、頑張ってね。はい、頑張ります。それではね、みんなでタイトルコールをねしたいと思いますが、今日はね水曜日なので、私たちが水曜日もーと言ったら上位ドンとコメントをお願いします。はい、ちょっと待ちましょう。どうですか、コメントもう来てますか。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。皆さん水曜日もーと言ったら上位ドンとコメントしてください。それではいきますよ。はい、せーの、水曜日も待って、間違えた。私が間違えた。水曜日もじゃなくて水曜もだ。すいません、ごめんなさい。もう一回仕切り直しできますね。できますよ、せーの、水曜もジョイドン。はい、ありがとうございます。すみません、最初からグダグダで。あ、来てますよ、ジョイドンって。 ありがとうございます。よかったです。たくさんコメントお待ちしております、今日も。はい、ということで、私たちニヤリイコールジョイ、略してニヤジョイは、吉原里乃さんがプロデュースされているアイドルグループのイコールラブさん、ずっとイコールミーさんに続く第3のグループです。この番組で皆さんと交流をしながら、いろいろなことに挑戦してアイドルの基礎を学んでいきます。それではね、一人ずつ自己紹介をしていきたいと思うんですが、今日4月26日はメンバーのエスミレノンちゃんのお誕生日です。イエーイ、18歳だね。はい、今日はちょっとねいないんですけど、うん、みんなね3人が自己紹介と一緒にね、レノンとのエピソードについてお話ししながら自己紹介をしていきたいと思います。はい、じゃあ葵からお願いします。はい、はい、東京都出身17歳大西葵です。はい、レノンのとのエピソードあれの、なんだろう、なんかめっちゃ最初の本当に一番最初なんですけど、うん、レノンのことを、うん、ずっとレノちゃんだと思ってて、レノ、おー、レノちゃんだと思ってて、レノちゃん、本当にあのお披露目とかの前、うん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 、なんか誰かからそのレノンちゃんって子がいるらしいよみたいな、うんうん、冒頭で聞いた時にそのレノンって言い分かんなくて、うん、なんかずっと、レノちゃんっていう子がいるなと思ってて。レノちゃん、かわいいね。かわいいよね。レノンでしたね。おー、これから呼んじゃおうか。レノちゃん、レノちゃん、レノちゃん、レノちゃんって本人多分レノちゃんって言われても気づかないよね、多分。うん、気づかないね。うん、質問通りだと思う。じゃあ次、じゃあリコお願いします。はい、埼玉県出身19歳藤沢リコです。はい、レノンとのエピソードですね。さっきちょっとだけレノンにあの、うん、会ってお誕生日おめでとうっていうのだけ伝えてここに来ました。ケーキ食べたんでしょ、一緒に。そうなんですよ、ケーキを食べたんですけど、ね、美味しかったです。あのフルーツたくさんで、おめでとう。見てるから見てるよね。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、じゃあ私行きます。神奈川県出身、高校3年生になりました17歳のおもちゃんこと山田桃花です。はい、はい、レノンとのエピソードは、この前のレッスンの帰り、うんうん、終わりに、なんかノリで、なんか牡蠣を食べに行くことになって、うん、牡蠣を食べたんですけど、私牡蠣なんかなんだかんだ自分で食べたことあると思ってたの、うんうん、でもなくて、なんか初めてだったんですよ。うん、でもどうした？どうだった？美味しかった。あるよ、食べたこと。ね、牡蠣フライ、うん、あったことあるけど、牡蠣フライはあったかも。確かになんかお魚フライと味が同じくない、うんうん、お魚フライ、牡蠣フライと魚フライって同じ味じゃないですか。確かに海産物ちょっとね、うん、海の味がね、するからね。生でしょ、ね、そう、生の牡蠣を初めて食べて、なんかそのさ、なんていうの、牡蠣のさ、牡蠣と一緒に出てくるさ、うん、なんか赤色のさ、なんか明太子みたいなあるじゃん、うんうんうん、生姜みたいなやつ、うんうん、あれをなんか乗せて、なんかネギ乗せてレモンとポン酢かけて食べるんだよって教えてもらって、うん、そのレモンの言う通りに食べたらめっちゃ美味しかったので、うん、ちょっとハマりそうです。レモン、ありがとうございます。いいね、行きたいね、みんなで、うん、はい、はい、そんな感じですね。そんな感じですね。ということで今日はこの3人が担当します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今どんなコメント来てますかね。牡蠣美味しそう。さすれの、さすれの、さすがれの、さすれの、いいね、さすれの。柿のエピになってる。みんな髪下ろしてる。おー、確かに。
今日はね湿気でね、そう大変ですので、大丈夫かな、大変ですよ、皆さん足元にお気をつけてね、帰りの土地の人とか6時とかだといると思うの で、 そうで気をつけてください。1時間早いですからね、確かに今日は。そうだね、いつもと違う水曜日、今日水曜日だね。そうだよ、なんか火曜日な気がするんだよ ね、 確かに。昨 日、 ね、昨日もね 生配信があって、うんうん、今日もあるってことで2日連続ね皆さんと、はい、あの話できて嬉しいです。嬉しいです、ありがとうございます、はい、ということで、それではここでショールームを楽しむための機能についてね簡単に説明します。名前付きのコメントやギフトを送るには無料の会員登録が必要です。まだの方はぜひ会員登録をお願いします。お願いします。ギフトを投げたりコメントをしたりするほどあなたのアバターが上の方に表示されます。エンディングで上位13位から1位の方のお名前をお呼びいたしますので、お呼びします。はい、はいはい、ということで、はい、皆さん私たちにコメントをたくさんくださったら嬉しいなと思っておりますので、一緒に盛り上げてくださったら嬉しいです。はい、お願いします、はい、ということで、ここで番組を拡散していただくためにねスクショタイムを5秒したいと思います。はい、皆さんぜひスクショして番組を拡散してください。じゃあ何のポーズですか？誕生日？確かにレノンに、うん、レノンに向けて。じゃあ皆さんレノンに届けてください。レノンにメンションして。レノンに届けてください。どうする？レノン。誕生日何？じゃあレノン18歳だから私は1やる。ちょっと待って、8、8と、え、2人でやるの？長くしよう。ティアラ。2人、あの、リコはティアラで。あ、じゃあこうか。青いはこうって言って。あ、どうしたらいこう。多分こっちが1かな、うん、あ、こっちが1、あと青いが1かな、あ、そういうことあ、そういうこ と、 あ、 そういうこと、あ、なるほどね、うん、はい、うん、どこ、あ、いいよ、では行きます、お願いします、5、4、3、2、1、はい、スクショできましたかね、大丈夫かな大丈夫ですかね、スクショできてた、81になってる、81になってるあ、でも、なったんじゃないかな、え、私これ1位で合ってるね、大丈夫、うん、え、OKOK、 レノン見てるかな、お願いします、ぜひあのレノンに拡散お願いします、お願いしますはい、ということで両手に取れた方はぜひハッシュタグジョイドンと一緒にツイートをねお願いします、お願いします、はい、じゃあ次の MC 葵お願いします、はい、ではここからは私、うん、大西葵が進行します、よろしくお願いします、はい、はい、お願いします、頑張って、はい、最初は番組が用意したトークテーマで話して、その後に私たちが事前に考えてきたトークテーマで話していきます。それではまず最初のトークテーマはニャリーイコールジョイフェアリーライブステージ見るもんデポについてです。はい、ね、昨日ね、そうですね、昨日発表あって盛り上がってきてますよ、今ありがとうございますはい、はい、ミルモデポンは可愛らしい妖精たちの活躍を描いた篠塚ひろむ先生による少女漫画で、2001年から2006年までチャオで連載されアニメ化もされた人気作品です、うん、はい、このミルモデポンの初の舞台化作品となるニャリーイコールジョイフェアリーライブステージミルモデポンが2023年6月に上演されるのですが、先日この舞台のメインビジュアルと配役が発表されました。あ、ドキドキでしたね、ドキドキだね、初めて見たからね昨日ね、うんうん、そしてそのメインビジュアルがこちらです、ドン、わー、かわいい、ね、これめっちゃカラフルでさ、そうだよね、ね、本当に、でも昨日見たからね私たちも、確かになんかあの撮影で被ってないメンバーはこれで初めて、うん、見るから、そう2日に分かれてたんだよね、そうでもうちら3人さ連続だよね、あ、連続だった、そうなの、思ってた気がする、しかもこの、そうなんですよ、この並びだ、そう私が朝一、そうで2番目で3番目だった、だからあのちょうど見た、ね、2人のやつ見た、私も2人のやつだけ見た、うんうん、ね、そうだから一緒に撮ったね、うちらは、そうだね、うん、え、かわいいですね、ツインテールですね、葵は、そうそう、でもなんかいっぱいゴム、カラーゴムみたいのがいっぱいついてて、うんうんうん、カラフルで可愛い、可愛い、ミニ妖精さんがついてる、あ、そうなんだ、わかんない、はい、今回の作品はミルモたち妖精が主人公で、私たちニアリーイコールジョイのメンバーが妖精に扮し、ミルモたちの妖精界での物語を演じます、うん、それじゃあここで自分の役の紹介をしていきましょう、はい、はい、どっから行く、じゃあおいから、あ、はい、お願いします、はい、はい、どこまで、あ、どこまで、あ、はい、大西さん、あ、待って、何を隠すの、あ、
コミ役を務めさせていただきます、はい、大西葵です。よろしくお願いします。はい、ガビンはね、ちょっとなんかめっちゃこうネガティブしてる、うん、こうなっちゃうんだ、ああなっちゃうんだ、ガビーンって言ってめっちゃ可愛いんですけど。可愛いよね。そう、ガビーンっていうのが私もガビンに出会う前から私も口癖でよく言ってたので、ちょっと嬉しい、嬉しいと同時に運命を感じております。頑張ります。ね、はい、可愛いよね。なんかあのさ、アニメのさ、ガビンがさ、なんかあのさらわれちゃう話が好きで、うんうんうん、なんか予言したガビンが言葉に出したネガティブなことが実際に起こるっていう回があるんだけど、うんうんうん、その回のガビンが超可愛くて本当に愛しくて大好きです、私も。はい、ガビンね、楽しみだね。ね、楽しみ、うん、じゃあ私かな。はい、はい、美形役を務めます藤沢莉子です。はい、美形はですね、うん、あの、まあ、設定では妖精界一の美形ということで美形なんですけど、いいあのナルシストですごく、うん、洋服が汚れるのが嫌いだったりとか、好きな食べ物はモンブランなんですけど、うん、あの洋服が好きなところとかすごく似てるなって思いますし、そうそう、やっぱりその、まあ、ナルシストかどうかちょっとわからないですけど、うん、あのね、これからこう美形の気持ちになって美形を大切に演じるためにも、うん、こうナルシストな気持ちを出して、ね、うん、頑張っていきたいなと思います。はい、お願いします。頑張ろう。頑張りましょう。可愛いよね、美形も。そうなんですよ。なんかよく池に映る自分とか見ちゃったり、うん、だから私もあの街中にある鏡全部見ようかな、うん、あ、確かに通りすぎる時も、あ、今日決まってるな、今日もいいなちょっとぽいぽい、めっちゃぽかった今、ちょっとなんか降りてくる、すごい、あ、いいね、自然にね、もう敵役ですね。はい、ありがとうございます、はい。じゃあ続いては私ですね。はい、私山田桃香はムーンくん役を演じさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ムーンくんはミステリアスで無口なキャラクターなんですけど、うん、好きな食べ物はミステリアスシャーベットっていう、うん、かわいい、なんかね、アニメだとね、なんかメロンかな、うん、なんか僕メロンの絵かな、わかんないけど、うん、緑のアイス、うん、食べてるんですよ、よく、かわいい、超かわいくて、であとはなんかこうね、ちゃんとあのビジュアルにもあったんですけど、うんうんうん、帽子かぶってるんですよ、ね、なんかターバンみたいな、うん、なんかターバンみたいなかぶってるんですけど、ここにちゃんと月があって、うん、そう、それもなんかあのすごいビジュアル撮影の時に、うん、その衣装さんがなんか、うんうん、どこの角度でその月をやるのかみたいなのをずっと研究してくださって、すごい可愛くね、作って衣装を作ってくださったんですけど、ムーン君はちょっと私とはね、ちょっと違うところもあれば似てるところもあるみたいな役かなと思うので、うんうん、私もね、ムーン君にあの舞台の中でなりきれるように、うん、ちょっとね、これからムーン君、無口、無口で、無口で言ってみようかな。急にね、急に無口になるのね。はい、ちょっと、なれるように、うん、精一杯大切に演じていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、その他、今日いないメンバーの配役は、イルモ役が天野コノアちゃん、うん、イルム役が村山優香ちゃん、はい、ヤシチ役がエスミレノンちゃん、うん、ムルモ役が市原あゆみちゃん、はい、ハンゾウ役が大志田美月ちゃん、はい、サスケ役が小沢愛美ちゃん、はい、マンボ役が高橋舞ちゃん、はい、ケイタ役が相田樹里ちゃん、はい、パピー役が山野アリスちゃんとなっています。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。それではここで公開されている舞台のあらすじを3人で分担して読んで紹介したいと思います。はい、紹介しよう。では私からいきます、うん、はい。妖精の里にある妖精学校、そこには妖精の里の第一王子であるミルモやミルモの婚約者のリルムなど個性豊かな妖精たちが通っています。はい、この春に卒業を控えたミルモたちは、うん、妖精の森でグラデュエーションフラワーを手に入れるという卒業試験に臨むことになるんですが、ミルモの自称ライバルのヤシチは古文のサスケと半蔵を従えて何やら悪だくみをしています。はい、悪だくみをしてしまったミルモの弟ムルモちゃんは、ムルモくんは、あ、ちまちましたムルモとその同級生のパピーちゃんはなんとかミルモを助けようと卒業試験に潜り込みます、うん、潜り込みます潜り込みます、はい、森の中ではミルモの友達、うん、マンボ、フェンダー、ビケイ、ガビン、ムーンたちがグラデュエーションフラワーを手に入れるのに大苦戦します。
はい、そしてミルモは愛情表現が激しいリルムに対して冷たい態度をとってしまいギクシャクしてしまうのでした。それぞれが花を探す中、サスケの悪巧みが大きな事件を巻き起こします。果たして妖精学校のスラスラメンメンじゃない、メンメンはスラ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 メンメンか、ごめんなさい。妖精学校のメンメンは無事卒業することができるのか。これは妖精たちによる恋と友情の物語、ぜひ皆さんご覧ください。ということで、恋と友情だってね、なんか私たちはさ、うん、夢と、あ、そうそうそう、愛とか恋とかじゃないんですけど、今回は愛と、愛、まあ、ま青春初挑戦、ね、これと大丈夫、ごめんなさい、違う違う違う、めっちゃごめんなさい、感じ弱くてラブだって、ありがとうございます、ごめんなさい、本当に感じがやばい、ごめんなさい。レノンの丸巧み、かわいいね、かわいいだって、かわいい。ももかさんの台本だけひらがなにしないとあ、ごめんなさい、はい、そんな感じですね。はい、うん、ちなみにこちらの舞台の第1部が、うん、今あらすじをお話ししたニアリーイコールジョイフェアリーライフステージミルモでポンの物語で、うん、第2部がニアリーイコールジョイのメンバーによるミニコンサートとなっています。はい、はい、楽しみ、どっちもね、楽しみですね。ここまでビジュアル撮影をした感想とかいかがでしょうか。そうですね、なんか初めての、うん、まあそう、なんて言うんだろう、ニアリーイコールジョイで着ない衣装、うんうんうん、だから確かにすごくなんか不思議な気持ちだったし、あのメイクもね、うん、ね、つけまつげとかね、いっぱいついたりとかして、うん、なんかこれからこう始まるんだなって今ドキドキしてます。確かに、なんかいつも結構私たちは髪型とかもステージとかだったら固定で、ね、そうだね、指定のね、あの潜在写真のやつを結構やってることが多いと思うんですけど、うんうん、今回は役に合わせてこうスタイリストさんがこう、うん、この役の子はこれじゃないかなっていうのをね、うんうん、決めてくださって、うんうんうん、それに合わせてめちゃめちゃ可愛くしてくださって、ね、なんかいつもと違う自分がいて、そうだね、そう、うんうん、で、ってなりましたね。そうですね、もう5月ですよ、ね、5月ですよ、もう早いっていう話をしてたんです、さっきこの間舞台が発表されて、うん、もう5月なのであと1ヶ月ちょっと、いや、もっとあるね、もった、もったもったあるけど、わかんないけど、でも頑張らないとね、早いですよ、皆さん来てくださいますかね、来てくださいますかね、嬉しい、ミニコンサートもありますからね、そう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 、なんか なんだろう、ビジュアル設定の話、リコちゃん、あれ三つ編み、え、リコちゃんは、はい、後ろ実はツインテールで、あ、そうなんだ、そうなんだ、帽子かぶってるからさ、そうそう、後ろが二つ結びなんだけど、うん、ここってよりかはもう ここでツインテールで三つ編みみたいに編み込んであるんですよ。リコさ、この毛よくない、ここのなんか、あ、そう、そうそうそう、そうなの、忠実に再現されてて、そう、私お仕事で髪の毛をね結ぶっていうの初めてなので、そこ、そうなんですよ、おろししかしてなかったから、確かに、うん、それもね、なかなかいつもと違う、あ、申し込みました、え、嬉しい、もう始まってるんですよね、申し込みもね、ファンクラブ選考が始まってますね、わー、ありがとうございます、楽しみにしてます、皆さんにお会いできるのを、はい、はい、ということでね、じゃあ皆さんに楽しんでいただけるように、うん、これからお稽古など頑張りますので、ぜひ6月に劇場でお会いしましょう、よろしくお願いします。はい、じゃあそれでは次に私たちが本番前に考えたトークテーマで話していきましょう。はい、テーマはこちらです、じゃーん、じゃーん、雨の日の過ごし方はということで、はい、今日ねちょうど雨で、うんうん、確かに雨、なんか雨久しぶり、うん、確かに思った、あ、ずっと暑かったよね、いや、いや、めっちゃ最近雨多いね、めっちゃ嘘だどうするでも結構確かにそうですよね、なんか晴れてた、結構暑くなってきたなって思ったら、確かに寒くなる、寒くなって、空が難しいね、そうですよね、皆さんなんかどうですか、風邪ひいちゃってる方とか大丈夫ですか、見ますか、なんかやっぱ寒暖差で、あ、梅雨も来ますね、体調崩しちゃう方とかいらっしゃるんじゃないかなって、うんうんうん、水たまりの波紋を見て過ごしましたって、おしゃん、いいね、めっちゃいいおしゃんだわ、みんな何してるの、好きな過ごし方、え、私はもう基本家にいるから、雨が降ってよと晴れてよと
もう変わらずインドア人間なんですけど。おいいね、いいじゃん。なんだろう、でもさ、なんか今日さ雨、うん、降ってる中、うん、外に出たらこんなになんか髪の毛ボサボサになっちゃうんだと思ってさ、仕事ね、なんかごめんなさいっていう感じで、ね、あのアイロンしたんですけど、アイロンしたんですけど、なんかすごいボサボサで、うんうん、なんか起きたばっかりみたいな。いや、そんなことないよね。いや、見て私。てか、葵が下ろしてんの久しぶりに見た。めっちゃ長いね。そう、長いよね。すごい伸びちゃった。なんか、勝手にさ、私の方が長いと思ってたけど。おぉ、すごいね。しょっちゅう切りってる。この中だったら、葵が一番長い。え、でもどこよりうち短い？ちょっと、あっち巻いてるからかな、ちょっと。確かに。うん、そっか。雨の話ですよね。はい、そうですよ。ちなみにリコはどうですか？私はですね、休みだったらなんですけど、うんうんうん、まあ、11時ぐらいに起きて、うん、うわ雨だなって思いながらもエモいなと思って、エモいな、雨ってエモいなとかちょっと思って、私は本当にもうずっと常に映画やドラマを見てるので、その日は一日中何かの映画を、まあ、2本ぐらい見るか、うん、シーズンが結構長いドラマを見て、うん、まあご飯はね、まあなんかチン。いやね、雨の日だから。そう、雨の日だから。雨の日ぐらいはね、そういうちょっとゆっくりね、そうそうそう、ゆったりと過ごすのもいいよね。そうです、うん、そういう過ごし方をしてる。うん、まあお仕事だったらね、うん、外に出るんですけど、確かにお休みはそんな感じですね。そう。うん。私は結構なんか雨の音が好きで。あー、わかる。ロマンチックじゃん。そう。エモいのがロマンチックですね。そう、それで。雨の音を聞いてたらうとうとしてくるんですよ。あー、すごいわかる。で、寝ます。わかるわかる。そう、だからもう本当に寝るの好きなんですけど、うんうん、雨の日はもうなんか雨の日だと低気圧でちょっとやられちゃう派なんですよ、うん、やられちゃう派、うん、やられちゃうんですよ、ちょっと。だからそんな時にお休みだったらもう最高で最高ね。もうはい、どうですか、皆さんもそういう方いるんじゃないかな。いや、ちょっとね、寝れない時に、うん、雨の音みたいな BGM が YouTube とかにもあるんですけど、うんうん、いいんですよ。え、焚き火の音もめっちゃいい。わー、わかる、うん、キャンプね、うん、わかる。焚き火の音聞きながら寝たりします。で、なんかそれでさ、うん、こういうインテリアでなんかこういうベッド欲しいなとか言ったら、なんかこう見て、うんロマンチック。そうそう、なんかあのね、YouTube で雨の音調べると、うん、なんか映像出てくるじゃん、サムネみたいな、うん、そのね、部屋がおしゃれなの。あ、そう、結構おしゃれなサムネが多いから、すごい目の付けどころが違う。そう、そういうことばっかしてますよね。ロマンティスタモモカ。晴れてても寝れそうだって。あ、そうですね。休みだったら結構なんかインドアでも、ね、アウトドアでもあるけど、インドアでもある。え、わかる、私もよくわかんない最近。そう、どっちもいける派です。出かけたくもなるんだけどね、うん、雨だったね。まあそんな感じで、皆さんも私たちの過ごし方参考にできたかわからないんですけど、よければ雨の音聞きながら寝たり、はい、うん、エモくね、エモくなってみたりしてみてください。はい、はい、それでは以上トークコーナーでした。はい、はい、それではここからは私藤沢莉子の進行でこんな企画を行いたいと思います。はい、題して演技力を磨こう、ジェスチャーでポンチャレンジ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。はいはいはい、ですね、私たち3人と放送をご覧のみんなで、みんな、あ、そう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 、皆さんで協力してジェスチャーゲームに挑戦したいと思います。はい、はい、ルールはまず1番目にジェスチャーをする人とコメントを読んで答える2人を、決めます。ジェスチャーはいろいろなお題が入った9時からジェスチャーする人が1枚ずつ出して自分だけでお題を見てジェスチャーします。はい、ですね、ジェスチャー中は本来動きだけで言葉を話してはいけないんですけど、うん、今回は特別ルールとしてポンだけは言って OK になります。はい、ジェスチャーをする人はカメラに向かってお題をジェスチャーするので、放送をご覧の皆さんは何のジェスチャーをしているか、うん、1人何回でも答えていいのでコメントよろしくお願いします。はい、ジェスチャーをしていない2人のメンバーは皆さんからのコメントをどんどん読み上げます。はい、正解が出たらジェスチャーをしている人は正解と言って次のお題に行ってください。はい、1人で6個のお題をジェスチャーする時間を計って、はい、3人の合計が3分以内ならクリアとなります。はい、はい、ジェスチャーをしていてどうしても正解が出ないときはパスをしてもいいですが、1人2回までしかパスはできません。はい、さらにパスしたもののカウントはされないので代わりのお題のくじを引いてもらいます。
はい、はい、3人の合計がもしも3分以上の場合は3人仲良く罰ゲームがあるそうなので、みんなで協力してクリアを目指しましょうということですね、はい、すいません結構長く喋ってしまったんですけど、ね、でもやってみたら分かる気がする、あの、うん、皆さんとの協力プレイゲームということで、ね、プレイゲームたくさんしていただけたらなと思います、はい、本だけですからね、はい、本だけちょっと本むずいな、演技力が試されてしまう、やってみるやってみよう、やってみよう、とりあえずね3分でどうする、役割順番誰から行きますか、誰から行きますか最初はグー、勝った人がやる、勝った人、負けた人、負けた人がやる、最初はグーじゃんけんぽい、あいこしょ、最初はグーじゃんけんぽい、やったー、え、ジェスチャーってことだよね、私がジェスチャーするの、ね、オッケーオッケー、じゃあ私たちはコメントで行くってことだ、ね、うんうんうん、オッケーオッケー、じゃあ行ってください、はい、じゃあすいません、これちょっとこっちこっち、おお、私がくじを引くの、壊れちゃったもん、壊れた、壊れちゃったない、大丈夫大丈夫、壊れちゃった、はい、じゃあくじを引きたいと思います、じゃあ私が最初にジェスチャー、はい、オッケーです、見ちゃいけないのね、あ、自分だけで待って、あ、そうか、じゃあこれ入れとこう、見ないとジェスチャー、じゃあお願いします、どんどん引いてくる、はい、見ますね、そう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 、6個6個、あ、1個に6個入って書いてるのか、1個に6個、はい、はい、ありがとうございます、これは6個連続で、頑張って連続でやってます、はい、できたら用意スタート、はい、じゃあ大丈夫です、じゃあよー、はい、それではいきます、よーいスタート、え、うさぎうさぎ、あ、待って、これコメントで言うの、コメントで、コメントで、コメントで来るまでは言っちゃできない、コメントで来るまでは言っちゃダメです、じゃあ、すいません、うさぎ、うさぎです、うさぎ、うさぎ、はい、正解です、はい、次、私たちはリコの目でこれを見る、そうそうそう、皆さんの瞬発力が 大事ってことだね、じゃあそうね、え、これ3個ぐらい種類あるの、あ、ポンですよ、ポン、な、ま、なんならポン、卓球卓球卓球、そうそうそう、正解正解次いくよ、ポン、なになにこれ、なにこれ、なにこれ、わかんないわかんない、え、花火花火花火、正解、うんうん、全部ポンじゃん、うん、エレベーターエレベーター、ポンポンペンギンペンギンペンギン、正解正解、ポンだけ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 、はって言われてるよドライヤー、ドライヤーは言っても OK です、正解正解正解、ドライヤーポンは言っても OK です、はい、頑張れ、いけるいける、なになになに、なにそれ恐竜恐竜、うん、鬼鬼鬼、うん、カブトムシ、アリ、正解、だ、だ、だ、すごいすごい、オッケーオッケーオッケー、すごい、で、タイムですね、カブトムシ難しい、カブトムシ、カブトムシ、あ、あ、え、え、めっちゃいいじゃん、え、3人ででも3分か、え、やばいわ、やばいよ、あ、使ったわ、そういうこと、どうする、次でこうしちゃったら、やばいわ、絶望、え、待って、できるかな、え、これなんか、あ、戻る、じゃあ全員やるんだよね、だから、うん、全員ポン、ポン以外いっちゃうわ、え、やだ、ポンとか言っちゃった、え、ポンはいいんでしょ、なんか伸ばしてもどうしてもポンって言ってれば大丈夫、あ、はい、なるほど、なるほど、はい、じゃあ、じゃあ次は私行くわ、ちょっと、はい、行きたいと思います、じゃあ、こっち、葵くん、あ、はい、え、これ難しいよ、私カブトムシなんか壁に張り付いちゃった、え、でもなんかその背中向きがいいのかと思う、あ、そういうこと、あ、木に張り付いてる、金金っぽいじゃん、あ、今理解した、あ、なるほどね、すごい頭いい、すごい本当ありがとう、あ、うわ、はい、じゃあ、はい、スタートお願いします、よーい、スタート、ポンポン、ポン、皆さんコメントお願いします、太鼓、タヌキ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 、オッケー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 、次次オッケーオッケー、何ですか何ですか、皆さん、鳥鳥、ハト、違う、チョウチョウ、あ、そう、チョウチョウ、オッケー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 、次次、いいよいいよいいよ、え、なんだ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 、何、つまみ食いつまみ食い、なになに、え、なになになに、入れ歯って書いてあるチョコチョコチョコ、ポッキー、いや
ええー、何何ちょっと待って待って待ってマカロンたくあんえ、何ポップコーンカレーポップコーンポップコーン あこれはどうよポイントポイントいいんだよ全然ポイントじゃない何何つなぎつなぎつなぎなんかソラマシみたいな何何何これ何これ掃除掃除掃除機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 掃除やばいごめんなさい全然難しい難しかったポップコーンむずいねそう私はこれうーこれツインテールしちゃったとかあーあと曲は野田空撃とかやってたなるほどねポップコーン大盛りそういうことか分かってるねごめんなさい何秒でいくってことえあとね何秒7秒41秒19秒か7秒ねコメントに流るからそうだよね優しいもう予測してコメントとかどうでしょうか。ちょっとじゃあ、ももかの振りで分かっている。葵ちゃん頑張ってだって。え、もう頑張るも何もないっていう感じですけども。ゴールのところちょっと難しそうだったんで、3分から減らしましょう。いいですか？うん。みんながコメントの皆さんが言ってれば。え、3分からちょっと延長してもいいですか？お願いします。お願いします。ダメ。え、ひどい。え？どうしようかな。どうしようかな。チラシですか。十分くらいにしよう。それはちょっともちろん優しい。諦めたらそこで30秒。仕方ないな。いいよ。いいよ。どうぞ。いいよだって悩むだって。悩まないでください。いいよ。じゃあいいよが多そうなので。はい。いいよが多そうなので増やさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。何秒なの。今。3台の合計が2分41秒で、葵ちゃんが何分以内に行けたらとかにしましょうか。え、私全部、うん、いや、私もでもするよ。じゃあ1分10秒とか、えうちらが20何秒とか。確かに、じゃあ1分10秒、うん、え、めっちゃ頑張るしかないじゃん。皆さんも一緒に頑張りましょう。でも私たちのさ、罰ゲームうちらが罰ゲーム受けるべきだよね、これ。仲良くね仲良くじゃあ葵頑張ってはいえもう頑張るからうちらもう最速で思うねじゃあもうこっからすごいこうやって混ぜて選んでるほんとだいっぱい入ってるよね何でもいいよでも結構本系多いもう予想してる寿司カレーありがたいねじゃあこれでおなんかすごいなんかチャブートみたいな流しそうめん頑張ってスタンバイしてください、はい、それでは葵の挑戦です。よーいちょっと待ってくださいよーいスタート、はい、え難しいどうしたらいいのいいよいいよボルダリングボルダリングロングヘア何何何猫猫水水水待ってコアラ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 あ違う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 違たこ焼き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 給食当番よし怠け者ご飯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 ビュッフェビュッフェビュッフェあご飯ご飯ポンポンたこ焼きえ違うのそうめんちょっとね違うポン菓子、うん、焼肉焼肉あ正解お正解正解え何何頑張れ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 取り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 正解おにはポンパッて言ってるよパッて言ってるやばいやつどっちもあるなんでこんなわかんのすごかわいいどうしたかわいくないパン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 バレバレあ、違う違う違うハムスターあ、正解正解正解ハムスターえ、これ難しいよやばい、むずいむずい何これリスリス飛行機あ、正解あ、飛行機え、落ちたんじゃないこれはすごいめっちゃ声大きいすごいねすごいでしょ飛行機すごくないえなんでこんなわかるの飛行機の方えすごいえ見てくださってる皆さんがね何秒ですかその
1分13秒。ちょっと1分13秒です。嘘、でもめっちゃ惜しくない？すごくない？普通やったー、すごい。オッケーにするかアウトにするか皆さんに聞いてください。皆さん、まあ、そうですよね、オッケーでしょうか。ただでさえ3分からどうしたよね。アウトだよ。焼肉が先般。そう、焼肉さ、みんな近かった。結構さ、バイキングで焼肉やってるそばじゃないね。そういう罰ゲームの内容によります。あ、それによっては罰ゲームが見たいから絶対ダメ。罰ゲーム見たいだって。じゃあやりますか、みんなの。はい、やりましょう。3人でやるからね。そうだね。じゃあ台本に書いてあるので。はいはい、これを、はい、ありがとうございますよ。はい、ということで、罰ゲーム決定ということで、罰ゲームの内容はくじを引いて出たものの動きをしながら元気に自己紹介。待って、くじのやつが分かんないからさ、まだ。そうだよね、まあでも元気に、あの3人で仲良く、全員一緒、全員違うの引いて、他の人があの番号言ってください。あ、6個のうちの。なるほど。じゃあ引いちゃってください。じゃあ引きましょう。あ、なるほど。じゃあこれ。うん。混ぜて。じゃあ引いてください。罰ゲーム頑張れ。ありがとうございます。一人ずつ取っていけばいい。誰かやる？み、選ぶんでしょう。違う。一人ずつポンポンする。これさっきの私の。さっき私のじゃん、さっきの私のこれ。一旦見ていいんですか。はい、自分だけ見てやりたいです。え、これもう何やってんの。あ、これさっきの私だ。え、これをじゃあ、あおいちゃん何番がいいか。あ、なるほど。じゃあ、自分のじゃなくて、あおいちゃんなので。適当な、6番の番じゃなくて。じゃあ、2。え、難しい。どういうこと、自己紹介ってどういうこと。え、じゃあ、ちょっと、リコ、リコ、うちの選んで。4。4、はい。難しい。選ぶの？うん。じゃあ1番。オッケーオッケーオッケー。じゃあ何の動きか言って大丈夫なの？あ、なるほど。じゃあリコから行こう。はい、私はうさぎちゃんの動きですね。え、可愛いよ。いいな。じゃあ自己紹介お願いします。え、私？あ、もう？あ、そう。元気に全力でうさぎちゃん。はい。自己紹介お願いします。はい。え、音消えた。埼玉県出身、19歳。いいね。リコこと藤沢リコだ。ぴょん。よろしくだ。ぴょん。かわいい。だって、あ、これきついかもしれない。どこから声出てるんだ、ぴょんだって。声は何？ありがとうございます。じゃあ、ももこちゃん。はい。で、立っても大丈夫です。あ、手が震えるぜ。超難しい。私は、一輪車です。え、むずい。むずい。ちょっと待って、難しい。待って、これ全身映んなきゃ。あ、こっち行く？これどうすればいい？え、むずいね。でも私一輪車乗れるんですよ、実際に。むずいね。元気出身。元気？あれ元気？山形出身。17歳。ももちゃんこと山田ももかです。一輪車乗ってます。切れてる、切れてる。ちょっと怒ってる。怒ってる。じゃあ難しいよこれ。あむちゃん。え、私めっちゃむずい。どうしたらいいですかね。ペンギンって言われちゃった。だってペンギンみたいだった。なんかポコポコと。え、私さ、扇風機なんだよね。扇風機になるの？そう、扇風機にならなきゃいけないみたいで。うん、じゃあ行きたいと思います。元気に。どうしたらいいんだろうか。こういう感じ。喋らないよ。でも扇風機になりきってるから。東京都出身、17歳、おいしょおいでーす。我々は宇宙人だ。え、めっちゃうまいね。うまいよね。ブルールうまいね。めっちゃうまいですよ。クロール。うん、すごっ。皆さんどうでした？急にさ、冷静に戻るの。でも、青さんの特技開花だって。え、これから扇風機特技にする。はい、じゃあ楽しかったですね。はい、ということで罰ゲームもねできたところで、以上演技力を磨こうジェスチャーでポンチャレンジでした。はい、ありがとうございます。楽しかったね。はい、ということで早いものでそろそろエンディングのお時間です。まずはニャジュイからのお知らせです。1個目、イコールラブさんの14枚目シングルにニアリーイコールジョイのカップリング参加が決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの
発売記念フォーチュンミュージック限定オンラインサイン会とオンライン個別お話し会に参加させていただきます。こちらの第一次応募受付はどちらも4月27日の木曜日12時までです。もう始まってますね。はい、始まってます、はい、皆さんぜひ参加してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そして2つ目、6月14日水曜日より砂川プリンスホテルクラブ X で開幕いたしますニアリーイコールジョイフェアリーライブステージミルモデポンの FC 会員対象のチケット先行受付が開始されています。皆さんぜひお申し込みください、はい、お待ちしております。はい、3つ目、5月6日土曜日7日日曜日に開催される歌舞伎町アップゲートにニアリーイコールジョイも出演させていただきます。ニアジョイの出演は5月6日の土曜日です。この日は先輩のノットイコールミーさんもね、はい、ご一緒で出演されますので、ぜひ皆さんお越しください。お願いします。お待ちしております。そして4つ目、ニアリーイコールジョイが FMNAC5 さんでラジオパーソナリティを担当するレギュラー番組ニアリーイコールジョイのラジオで夜更かしが毎週土曜日24時半から25時まで放送中です。番組公式ツイッターもありますので、ぜひねフォローの方もよろしくお願いします。お願いします、はい、そして最後5つ目、さらにニアジョイメンバーは個人のショールームアカウントもあってね、個人配信もしておりますので、ぜひフォローしてこちらも見てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします、はい、どのお知らせも詳しくはニアリーイコールジョイの公式サイトをチェックしてください。よろしくお願いします。それでは感謝を込めてランキング13位の方からお名前をお呼びします。今からお呼びするのはスタジオで表示されているランキングなので、パソコンやスマホのラグなのでご覧の順位と違ってもご了承ください。それでは発表します。はい、ありがとうございます。それでは13位から発表します。13位、ゆうしばさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、高橋聖太さん、ありがとうございます。11位、リバさん、ありがとうございます。10位、イオッチさん、ありがとうございます。9位、ゆうやさん、ありがとうございます。8位、お肉さん、ありがとうございます。7位、ゆうさん、ありがとうございます。6位、すさひできさん、ありがとうございます。5位、へこさん、ありがとうございます。4位、新入社員さん、ありがとうございます。3位、そうさん、ありがとうございます。2位、フィズニャンさん、ありがとうございます。1位、とめぞうさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございました。お名前をお呼びできなかった皆さんもたくさんのギフトやね、今日はもうたくさんのコメントを皆さん送ってくださって、うん、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございます、はい、今日の放送はね、楽しんでいただけましたか。どうでしたかね。ありがとうございます。どうですかね。あら、4870人、ありがとうございます。嬉しい。水曜日でね、いつもより早い時間なのに、ね、皆さん確かにね、来てくださって楽しいゲームもできたし、ね、楽しいゲームも楽しい罰ゲームもできたし、ね、めっちゃ楽しかった。あ、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、楽しかった、ありがとうございます。ということで今日の感想はぜひハッシュタグジョイドンもつけてツイートしてくださったら嬉しいです。はい、はい、そして次回の放送日は来週5月2日火曜日の19時から配信予定です。出演メンバーは決まり次第公式サイトや公式ツイッターにてお知らせします。次の放送は火曜日で19時からということで、いつも通りの時間になります。はい、画面右上のハートマークを押してお気に入り登録をすると通知が来て忘れずに見ることができますので、まだの方はぜひご登録の方よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さん次回もぜひ見に来てくださいね。はい、それでは以上、私たちニアリーイコールジョイでした。ありがとうございました。バイバーイ。